はい、皆様こんばんは。仏教哲学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。皆様からたくさんの高評価、いいねコメントいただきましてありがとうございます。皆様からの応援が将来のカルト宗教被害撲滅につながると思います。今後とも応援よろしくお願いいたします。はい、仏教哲学研究会の公式チャンネルではいろいろですね、驚愕に関する検証をしてきております。それに関連しまして、御所全集の引用をしておりますね。はい。主だったところでは、平成新編御所全集、それから創価学会版御所全集、日蓮聖人異聞全集、この3つはですね、この日蓮の異聞を検証する上において、重要な資料でございますね。で、驚愕の検証をする上において、よく当方も引用をさせていただいております。で、これに関するご質問をですね、よくいただいておりますんで、今回の動画は、これに対するご質問のお答えとさせていただきます。はい。ということで、まず最初にですね、創価学会版御所全集について、検証してみたいと思います。はい。この創価学会版御所全集というのは、今はですね、創価学会版御所全集という名前がついてるんですが、もともとは、これ、旧大石寺版御所全集でありますね。はい。で、その創価学会版御所全集なんですが、はい。これは、現在の創価学会版御所全集ね。ここに創価学会版って書いてあるんですよ。はい。こんな感じですね。で、昔っていうか、宗祖和合時代ですね。日蓮聖宗と創価学会が和合路線だった時代は、ここに大石寺版って書いてあったんですよね。で、これはほら、今、日蓮聖宗と創価学会が分かれた後に発刊されたものでありますんで、創価学会版っていうふうなことがここに書いてあるんですよ。はい。もともとですね、1952年4月28日に発刊されたものでございまして、これからですね、中身については変わっていないということです。で、1952年というのは、いわゆる日蓮の立宗700年の年であったわけでございますね。はい。で、願主戸田常世、編者が堀西子、大石寺59世のホスでございますね。はい。で、発行者が原田実、現在の創価学会の会長ですね。はい。で、発行者が創価学会というふうになっているわけでございまして、なんで、この御所全集を発刊したのかというと、すなわち、この信者の信仰のために作ったということですね。はい。で、この創価学会版御所全集をですね、中を解いてみますと、もうはっきり言ってこれ昔のまんまなんですよね。発刊の字っていうのは、はい、この最初の発刊の字っていうのはですね、第2代の戸田常世会長の書いた発刊の字はそのまま載ってるんですね。はい。でもその次の序っていうのはですね、大石寺59世堀日光が書いた序なんですよ。はい。そのまんまになっておりますね。はい。はい。一連大聖人御所全集というですね。はい。このように昔のまんまですね。はい。編者が大石寺の59世堀日光の名前が入ってますね。はい。で、出版願書が戸田常世ということに、こうやってはっきりと今でも記載されているということでございます。はい。はい。これが、創価学会版御所全集ですね。はい。はい。じゃあ、発行順に行きたいと思います。2番目にですね、日蓮聖人異聞全集第4巻。はい。4つに分かれておりますね。はい。で、これが、1952年の10月10日に初版が発行されたということです。で、これも1952年の日蓮の立宗700年の年に出版されたものでございます。はい。で、創価学会版御所全集、旧大石寺版御所全集は信者の信仰のために出版されたものなんですが、
この日蓮聖人文全集というのは、僧侶の研鑽のためというのが主な目的であるわけですね。はい。で、発願書が日蓮宗発須、総監、経学部長ら11名。刊行が身延山久遠寺、で、発須、総監ら12名の名前が載っています。で、編纂が立正大学修学研究所。はい。監修がこの立正大学修学研究所の所長の望月寛光氏。まあ、これ、日蓮宗の僧侶の方ですね。はい。そして主任さんが1人、委員が12名、いまして、この委員の中には、安永弁哲氏とか、清海舟氏とか、宮崎英秀氏の名前が載ってます。この安永弁哲氏という方は、いわゆるこの板本尊喜作論を書いた方でございます。清海舟氏とか宮崎英秀氏もいろんな著書を持っていらっしゃる日蓮宗の僧侶の方々でございます。はい。で、顧問として4名の名前が載っておりますが、この4名の顧問の中に、前日蓮宗館長堀光子の名前が入ってるんですよ。はい。で、そこのところですね、お見せしたいと思います。はい。これがですね、日蓮宗に異聞伝書第1巻でございますね。これはもう全部で4巻あります。はい。はい、ここに発願者とか、刊行者とかの名前が入ってますね。はい。で、ここのところは編纂ということで、ここに名前が入ってます。で、もう、日蓮宗の僧侶のそうそうたる方々の名前が入っておりまして、ここの後ろから3番目のところですね。はい、顧問として、前日蓮宗館長堀光子の名前がここに入ってるんですよね。はい。はい、ということでございまして、この日蓮聖人異聞全集の編纂に、大石59世堀光子が協力しているということでございます。はい。これが日蓮聖人異聞全集第1巻でございますね。はい。続きましてですね、平成身辺御所全集でございます。はい。これが新しい大石地盤の御所全集でございまして、これもですね、信者の信仰のために作られた御所全集でございます。まあ、この信者というのは、もうその日蓮宗と創価学会が分かれた後の日蓮宗の信者さんの信仰のために作ったということでございまして、これが発行されたのが1994年、平成6年の7月16日、いわゆるですね、この法華経の6万総会が行われた時にですね、時を同じくして、この発行されたということでございます。まあ、平成6年なんで、発行されたんで、平成身辺御所全集というふうに、まあ、日蓮聖宗では呼んでるわけですね。はい。で、監修が大石寺67世の安倍日顕法師。編纂が平成身辺日蓮大聖人こそ編纂会の代表で藤本日淳氏。まあ、この方は当時の日蓮宗総監だった方ですね。はい。で、発行が日蓮宗総本山大石寺というふうになっております。はい。で、なんで、新しく日蓮宗では御所全集を発行したんですかというふうに 私がですね、この当時、日蓮宗の僧侶に質問したことあるんですよ。はい。だってそうですよね。まあ、もう創価学会版御所全集なんていうふうになってますけども、もともとこれは大石一番の御所全集だったんで、これがあるのにどうして新しくですね、この平成身辺御所全集を発刊したんですかというふうに私ね、質問した日蓮宗の僧侶に質問したことあるんですね。はい。そしたらその時に日蓮宗の僧侶が何と答えたかっていうと、この旧大石一番の御所全集は版権がですね、創価学会にあるんだと。だから、それじゃあ、その大石寺としては都合悪いと。もう平成6年というのは、もう日蓮宗と創価学会が喧嘩別れした後ですからね。はい。で、あるにもかかわらず、御所全集の版権が創価学会にあるっていうのは困るというんで、
その新しいその堆積地盤の高層電車を作ったということだというふうに、その時に日蓮宗宗の僧侶が私にそう答えたんでございます。はい。じゃあ中身はね、その創価学会版五所伝書と同じなのかどうかっていうと、これは中身もね、やっぱり変わってるんですよ。はい。で、どこがどういうふうに変わったかというと、この最初のところに、この平成新編五所伝書の最初のところに載ってるんですよね。と、ここのところですね。収録、週内期間五所との対比、全集収録、本書不収録の五所といって、ここの一番ここのところに載ってますね。つまり、この全集っていうのは、この前の旧堆積地盤五所伝書、今の創価学会版五所伝書のことを言ってるんですよ。で、本書不収録。その前の堆積地盤五所伝書にはその収録したけれども、この平成新編五所伝書には収録しなかったものが2つあるって言うんですね。はい。ということで、ここに書いてありますね。はい。義書とか真偽未決書、重複書というのは収録してないということがここに書いてありますね。はい。はい。ということで、まあ、多少違いがあるということでございます。はい。この3つがですね、まあ、近代になって発行された日蓮の異文全集の3つが、主だったものがこの3つということですね。で、まあ、日蓮の異文をいろいろ検証していく上において、じゃあ、その、日蓮異文っていうのはいつ頃から編纂されたのかということで、まあ、有名なものが2つあるわけでございます。1つが六内五所、もう1つが六下五所というふうに呼んでいるものがございます。で、このまず六内五所なんですが、伝承としては日蓮一周忌の時に六老荘が編集、修正したというふうに伝承はされてきたんですが、そういうことをやった証拠がどこにもない。文献的な資料も全くないんですよね。だから、これは違うんじゃないかというふうに言われております。で、いつ頃なのか、じゃあいつ頃編纂されたのかというと、大体日蓮が入滅してから100年後から150年後。だから1382年から1432年頃に編纂されたという説が今のところ有力であるということでございます。はい。で、誰が修正したのかというと、中山法華経実説と身延山久遠実説が有力に今のところなっているということですね。まあ、長野家教授は、まあ、いろんな日蓮の神筆の異文を大事に保管してきた寺院でありますんで、まあ、長山法華経実説っていうのは、まあ、一つ有力な説としてありますね。はい。で、この六内五所に収録されているのが、全部で148異文が収録されていると。で、まあ、日蓮の新書が多いんですが、148異文のすべてが日蓮の新書ではないということなんですよね。はい。で、なんで日蓮の新書じゃないものが入ってんのかっていうと、やっぱりですね、この人ですね。この格好によってる。堆積持久性日中の代と、この六内五所の編纂の年代がやっぱり被ってるんですよ。はい。まあ、堆積寺久世二中という人は、1402年生まれの1482年に入滅した人でありまして、法師在職が1419年から1482年まで。それと、六内五所が編纂されたと 思われる1382年から1432年が被ってるんですよ。はい。ということで、この六内五所もなかなかその中身をよく検証しないと、真書なのか偽書なのか、ちょっとまあ未決のものも中にあるということでございます。はい。続きまして、六下五所でございますね。この六下五所というのは、第一次その日蓮異文修正、いわゆる六内五所に漏れた異文の修正されたものであるということで、
まあこれはですね、もう室町時代の仲間以降に修正されたものでありますんで、この中にかなり偽書が入っているということでございます。はい。ということでですね、なかなかこの注意が必要なものであるということになりますね。はい。最初にですね、近代にその編纂された創価学会版御書全集、日蓮聖人遺文全集などなどがありますね。で、平成新編御書全集、まあこれは3つあるわけですが、この創価学会版御書全集と、その平成新編、御所全集はですね、まあ信者に対する信仰のために編纂されたということで、まあ日蓮宗宗創価学会から見て、偽祖というのは入ってないんですよ。入ってない。はい。まあでも実際に偽祖だらけですよ、これ。日蓮宗宗から見て偽祖じゃないっていう意味ですからね。はい。でも実際偽祖はいっぱい入ってます。ところがですね、この日蓮聖人遺文全集第4巻の場合は、その日蓮宗が真に未決だとか、あるいは不審書とした書が収録されてます。はい。で、ここのところがよくわからないというふうに、よく質問で聞かれるんですけれども、じゃあそれは日蓮宗が、新書として認めたんじゃないんですかというふうなことを言う人がいるんですけども、そうじゃないんですよ。はい。そのはですね、一つ言えることは、この日蓮聖人遺文全集というのが、その信者の信仰のために編纂されたんじゃなくて、僧侶の研鑽のために編集されたというのが大きなところなんですよね。だから、真偽未決の書とか、あるいは不審な書、偽書じゃないかというふうに疑われる書が入ってるわけです。で、完全にこれはもう100%偽書だっていうのは、この中入ってません。はい。ということでございますね。はい。あともう一つはね、よく聞かれるのはね、日蓮聖人遺文全集っていうのが、立正大学修学研究所というところが編纂したというんで、これを聞いた人がね、じゃあこれ学生さんのために作ったんですかっていうふうに聞くんですけど、そうじゃないんですよ。この立正大学っていう大学が、そもそも日蓮宗の中にある機関でありましてね。はい。まあ、ここにある、ここの教えていらっしゃる教授の方は、もう日蓮宗の僧侶の方とかね、そういう方がやってらっしゃるんですよ。はい。だから、日蓮宗として、その立正大学の修学研修を使って編集したということなんでありましてね、別に学生さんのために作ったというわけじゃないんですよ。はい。一番のやっぱり目的は僧侶の人たちの研鑽のために編集されたというのが、この日蓮聖人遺文全集であるということでございます。はい。ということでですね、今回はこの昔の六内御書、六外御書と、近代になって編纂されました御書全集、遺文全集について、検証をした次第でございます。はい。ご覧になられました皆様、どのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただけたら幸いでございます。はい。それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。